吉田さん、フリーエージェントスタイルありましたね。あれが出てきた時はもうね、完全不動の永遠のビジネスかなと思ったんですけども、いやー、なんか国税で退場になるとはね。六本木ヒルズの事務所もなくなって、あれほど取材に来たテレビも、もう今鳴かず飛ばずですね。で、与沢さんといえば、じゃあ日本が必要だったか、日本のテレビメディアが必要かっていうと、そんなことなくて、まあ、自由にね、ドバイで暮らして、タイに行ったり、シンガポールだったりね。もう今個人差75億でしょ。だからフリージェントスタイルグループでやってきた時は3000万ぐらいしか結局残らなかったって言いますし、まあ、運転手が暴力事件で、与沢さんはね、なんか書類送検したかなんかっていうこともあったけども、結局事実無根っていうことを YouTube で放送したりとかして、 YouTube で、なんかね、記者会見した内容がテレビで映るみたいな妙な現象が起きてましたね。懐かしいですね。だからあの頃からもっと前ですね、堀江さんもライブドアがああいう強制捜査を受けて、じゃあビジネスの世界に戻ったかって言ったら、別にもう本当に自由なことやってますしね。だからね、専門業であるっていうのが実はもうすごくウィークポイントになってきたのかなって気もするんですよ。自分はこの資格を持ってるからとか、この経験があるからってものを無視して、何にもないものからだからね、お隠れになるっていうか、いないいないいないって言ってバーッと現れた時は、真夜中は別の顔でもいいわけですよ。シドニー・シェルダンのね、外行こうか、万歳だね今日もね。なんかこう、お手上げになる前に自分で身を引いて、あったので再出発を考えていくってことじゃないですかね。私的にもそういうのを小さく持っていて、そのセミナービジネスが絶好調だった時にセミナーをやめて、でアフィリエイトが絶好調の時にアフィリエイトをやめて、そしてあえてね、苦手な道、未経験の道、例えば投資とか暗号通貨に行ってみたわけなんですけども、それがね、やっぱ暗号通貨とか投資が育ってきた頃にアフィリエイトとかセミナービジネスをだんだんトーンダウンしてやめていったっていうのは、ちょうどうまく入れ替わったなと思ったんですよね。で、今隠居っていう暮らししてますけども、結局隠居してても YouTube はあるんですよね、ここへ。だから YouTube というプラットフォームでいろんな表現をしていくってことなのかな。これに関わらず、これにこだわらずって感じです。よくコメントでいただくんですけども、久保さんの意外な一面を見ましたってね。確かにそうなんですよ、意外な一面ばかりをやってるみたいなね。最近は漫画レビューしたりね、パンを食いまくってるとかね、あんなやつとかね、なかなか面白いかなと思います。まあ吉田さんとね、このやり取りが、今でも続いてるっていうのはなかなか感慨深いですよね。このリレーをやってる間に何人の人が退場していったでしょうか、有名無名関わらず。私たちだけはこうやって続けて君臨している、まさに個人で生きてると。600キロも離れてるのにね、私はね、一日の会話の 90% は吉田さんに向けてますよ、もう。何なんですかね、これはね。いってらっしゃい。